え本日は、えー、戦国最,最弱の武将と言われた小田氏治です、えー。小田氏治が小田城を落ちると、えー、この菅野山正田が頑張ってあの取り返すという、そういうことの繰り返しだったようであって、この菅野屋正貞は、まあ、あの最後まで小田氏治に付、えー、き従った中心というとは中心ですね。あの織田氏春は、まあ、あの戦国最弱の武将で有名なんですが、まあ負けても負けても取り返すと。 えー、いうあたり、こういう有芒、えー、な武将たちにあの恵まれていたということが言えると思います。大田氏というのは大雑把に言うと、えー、八貼こた今度はずっとしばらく、えー、見てます。有騎宇都宮と同族、あの親山などと同族で、えー、まあ特に宇都宮とは、えー、この八田智家と宇都宮智也のあのこの関係で非常に、えー、深いと。中条家というのはあのあれですね。まあ武蔵氏党の横山党から養子入れしてきて。 これはあの、室町幕府の方向主になって、まあ、有名なところで足利義の時に、えー、三河の国家やったかな、の中将氏、義のの周囲の祝賀に粉が、えー、立つとこで切れられたというやつですね。この八田氏の織田康友以降、織田を名乗るようになると。他に氏子戸、それから茂木、こういう家があります。織田家は、えー、その後はこういうふに住んでます。織田氏春は一説によると、えー、足利家からの養子入りと。 いうようよな話もありますこの辺よく分かりませんこちらの方は肥前お出しで、この辺みんなあの小児子の悲観となってます。肥前に行ったお出しがいたと、えー、いうことですね。それからあの、えー、この獅子都氏は、この子孫が後にあの、えー、毛利家にえ使える秋獅子都市を排出しています。 毛利モト、えー、の正室、えー、の出身がこの宍シ戸シですね、えー。こういう家を出しています。で、えー、日立の主な、えー、勢力圏を一度、ちゃんと地図に真面目落としてみましたというと、こういう感じなんですね。赤がツタの勢力圏、青が、えー、小田氏の勢力圏、えー、緑が結城市ということで、日立の、えー、北は、えー、北をざっくりと押さえた上で、 江戸市の抑える、江戸市が支配する、この水戸城、あるいは真壁市が支配する、どん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 南に出てくると。で、すね。で小田はこの小田を中心に、こうあたりを支配していると。霞ヶ谷のこの付近には大城市が、日立大城市が、大城市の地を引く、小さな豪族たちが、だら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 とおるという感じになってます。もう少し詳しく見てますと、本日出てくる城の位置関係はこういう感じになってます。 この小田城、これが、あの、小田氏春の真っ中心ですね。で、小田氏春は、この小田城から逃げると、この土浦城に逃げ込ます。霞ヶ浦の、え、に、後ろにしていて、周りも、え、ロタがずらー並んでるんで、なかなか攻めにくいという城になってます。小田市の始まりですけども、え、小田市の始まりは、え、以前も言うと、張ったともいえですね。 幡智家はどういう人物かと言いますと、1140年に生まれて1218年、だから鎌倉幕府の、えー、諸島であって、法源頼朝と,もと同,世同世代であると。方言の乱に源義朝勢として、えー、参加しています。だから、もともと下野の国のご属ですね、もともとは。で、義朝との関係は深かったと。で、1180年には源頼朝の挙兵にいち早く参加しています。下野の国の茂木衣装の自、えー、党式を安堵されています。 ところが、えー、無断任官で、小山智と正ともに、頼、え、朝、ー、に、大場の道草を食うが如としというふうに、路傍の,の、えー、草を食うが如としというふうに、あの、叱られています。それで、まあ、失脚はしなかったのは、あの、運河がですね。欧州合戦では、千、えー、発ネタでともに、東海道大将軍、これに任せられていて、えー、まあ、欧州藤原市を、えー、あの現在、福島県の浜通り、えー、そちらの方から太平洋沿いに進め、ね、上っています。 えもともと下野の国の八田が、日立の国に勢力を伸ばしていくのは、この諏訪兄弟、仇討ちに乗じて、竹、え、吉、ー、元通人物を、あのこの竹氏というのは、えー、日立平氏、日立の代表を、大、まあ、々世襲したと言われた、最近では、えー、違うよねと言われてるんですけども、日立平氏の鬼門である竹吉元、これをうまく黙らかしたみたいですね。 徳が今日のだうちに、えー、あの、やばいやばい言うて、竹吉本が兵を連れてきたらお前らにしとんねん言うて、もうほんの疑いをつかぶせて、えー、結局失脚に追い込むと。その竹吉本を陥れて、えー、日立の国の織田に、えー、本拠を移して、それともから日立の守護にも任ぜられるというような、えー、形で、私は、えー、まんまと、え、日立の国に、えー、日立の国の南部に、えー、地盤を置くことに成功したと。 いいで,すね、で、あの三男にはこの茂木賞をあた渡して、これが茂木氏というの残る、えー。この茂木氏、えー、それからあの七度氏、えー、こういった家々が織田の書流として、えー、周りを、えー、取り囲むとで。この八田智家は、えー、前回、結城氏の,の出てきましたけども、鎌倉殿13人の一人として、鎌倉の13人、えー、今度の大河ドラマでも、えー、出てくる、えー、重要人物になります。ただやっぱりあの他の えー、あの連中に比べると、ちょっと影薄いかなというところですね。ただ、1203年には、安野の禅女、えー、吉常の同母の弟兄ですね、これをより家から預けられて、えーまあ、最後は処刑しています。それなりに、順調にスタートしたんですが、小田氏はどういうわけだか、鎌倉時代の、えー、あれがよく分かんないです。人たちの守護に基本的にはなっていたらしいと。 とと、えー、いうことは、えーまあ、わかる、えー、鎌倉幕1317年に、えー、北条時長が日立の主語に任せられるために大田市は日立の主語を取り上げられると、えー、いうことも分かりますがこの間に、えー、何があったのか基本的におそらく、えー、日立の方におって えー、あの、在鎌倉、えー、在蔵鎌倉にはあまりいなかったので、幕府のこういういろんな政変とか、そういったもには巻き込まれずに済んだのかなと。まあ一、一応名前が、あの、北条的宗などから、えー、配慮しているなど、そんなに礼遇されたわけではないが、えー、目立った動きもない。 えー、例えば、あの、宝磁合戦とか、下月騒動とか、平前門の乱とか、そういう様々な下減の乱とか、そういったところに、えー、参画することもなく、平平ぼんぼんというか、えー、何事もなく、えー、鎌倉で住んでいると。だから、これは、あの、関東のこの名俗で難しいな、鎌倉時代生き残るのは難しいと。そこをどう生き残るか一つのポイントだったという、あれですけども、大田市の場合は何の苦労もなく、鎌倉時代を抜けておると。 でえー、南北朝時代、小、えー、田春久という人物が、えー、出てきます。春久の父親はちなみに佐田友ですね。えー、佐田時から名をもらってます。で、彼は1300年に生誕してます。北条高時の返記を受けて高友と名乗ってますけども、えー、高時よりああの、えー、3年ぐらい年上なんですけどね。えー、高時は1303年生まれ、えー、ちなみにほぼ同世代だったら日程は佐田はさだ、それから1 3 0 5年に足利高氏と、えー、いうあたりであって、あの、あれなんですけども、 高田が早めに元服を済ましていて、えー、まあ、それを追っかけるように元服を、えー、しているというふうに考えたら、まあ、あの問題ないかなと思いますけども、高田と名乗ってます。安藤氏の乱、これは、あ、え、のー、津軽安藤氏ですね。津軽安藤氏の安藤杉久と安藤末永の金門が戦って、えー、殴るようになった時に、小田春日さんも出,出陣していると。この娘が日田義田の質、えー、であるというふうに言われています。あの、 これ、あの、小田なんとかという人間、あの、小田城の織田なんとかという人間、織田なんとかという人間忘れちゃったんです。小田なんとかという人間と、の娘であるたその小田なんとかという人間おらんと。で、当時、織田城の主は織田春久であったんで、織田春久があれなんだろうと。で、あの、ちなみに、え、日田四田の主人公にした日田次郎の日田四田という小説では、それをまんま採用してます。あの、日田次郎作、日田田つ、 小説がありますが、産経新聞にあの連載されてたのかな。ここでは、その、えー、小田,小田,春小田高友、小田春久というふうに、えー、小田春久が、えー、日田与田の筆であると。吉田は1300年生まれだとすると、だいぶ年齢差ありますよね。で、日田吉宗を生、えー、んでいると、えー、いうことで、日田義興、日田義,義明の、えー、長男、次男は、まあ、別の、えー、あれで。 織田家、織田からもらったこの吉宗、だからこの吉宗が着なんであったというふうに考えられています織田晴久、まあ名前が高と思う名前というわけですが、まあ、北条家からの評価は高いと現行の辺では日立,のルザな日立に留罪になった家まで工芸のマのノコジフジサをか預かっていますスウェフサも日立に留罪になっているはずなんですけど、えー、ス,スウェフんの方は、えー、殺害されてますが藤ジフサを預かって 武政権が成立すると、この袖の皇子藤房が、えーまあ、口潰してくれたおかげで、建、えー、武政権に参加することにできました。後醍醐の側近地の側近だった藤房を作ったということで、後醍醐天皇からこの春、高春の春の字を受けて、えー、春久と改名してます。で、これ以降、織、えー、田家は春を、えーまあ、通じにするようになりますね。織田家、春が多いですけども、これはあの非常にそういう意味では、由、え、緒、ー、正しいというか、非常に。

北畠近房も、えー、しばらく、ただあの、えー、河野諸冬と戦っていて、形勢不利のために災3 6 4年には北朝に下ってしまっています。そのため北畠近房は織田城から関城に移って、最終的には関城が陥落して、まあ、近房命からから吉野に帰っていて、まあ、関東では失敗していると。織田春久は関大宝城で戦っている北畠近房とも、えー、交戦しています。 やっぱりええー、こ見せなあかんと思ってやるのか複雑だなと思ってやるのか、えー、その辺はあれなんですよね室町時代なんですが室町時代も一つの関東の名像をここまで見てきましたけども室町時代っうのも一つの、えー、大きな問題を引き起こす、えー、世代ですよね大きな問題を起こしてしまいますあのまあ一つは鎌倉九方鎌倉府対、えー、室町幕府と どちらにつくのかという問題を起こしますねもう一つは、古賀か上杉かと。これをうまく、えー、すり抜けたもののみが、次の時代を生き残ることができると,ということで、ここで、えー、つまずいて、えー、滅びてしまった小山、えー、それから佐竹の分流山入り。 佐竹も、えー、あの上杉から幼少を迎えてるんで、あの佐竹義重というのはあの血統だけ言うと、源氏ではなく藤原氏になりますね。上杉から幼少を迎えてますから、常陸源氏の流れを引く、えー、山井池は滅ぼされてしまうと。小田高友、この小田高友は、えー、春久の着なんですけども、小山義政の乱に、えー、活躍しました。ただ、小山義政の乱、これに、えー、活躍したんですが、 この小山義政が滅ぼされたことによって、小田氏に対する圧力が固まり、高まり、えー、その結果、えー、小山義政の維持の小山若井沼を囲まった結果、えー、これ、幽閉というのは小田高友らが幽閉される、これは次のところに、えー、書いてあるんですけども、小田高友らが幽閉されて、その結果、小田氏の乱という事件、えー、を引き起こしています。ちなみに最近、えー、ちょっと調べてて知ったんですけどこの,おあの先週と今週の間に、この小山若井沼に関しては、 あの江戸時代の菅谷真澄が面白いネタを書いてて、彼は元服して高政と名乗りで、北海道に行ったと。で、結構長生きして、半岸と名乗って、最後は武田信広に滅ぼされたと。だから北海道の、で、アイヌたちが半岸様いうて、えー、最初にあの祭り出したのはこの小山高松だと。小山和若の丸だと。 ところがそれを後に義経伝説が広がってしまって、えー、半岸様言うたら義経やってしもたという話を、えー、菅山澄が書いていて、こ半して話で結構口頭向けで、ほんまに大山,と、まあ、高松大山和いの丸は行方不明なんですけども、いや全く分からないですね、これ。 あの死体もないし、えー、子供二2人は殺されちゃったんですが、若、え、い、ー、の悪い人はどこにいたか分かんない、どこで死んだんだろうなとまあふ考えられるわけですが、信羅の記録で有名な新藤、えー、徹さんなんかは、えー、こういうなんか高等無けな話も含めて、とりあえずどんな話があるのかをまとめなきゃならないんじゃないかというたはってあの、そういう、えー、取り組みも必要だなと、えー、現在、えー、考えているところであります。 それ以上話は膨らま、あまり膨らまない、えー、現時点では膨らまないので、えー、先に進みますと、小田氏の乱って何なのかと。まあ、大山義政の乱、えー、前回やりました大山義政の乱の後、えー、足利道はあの、要するに足利道はとりあえずあの関東における鎌倉府の派遣をこう広げていく生きたわけですよね。その結果、小田氏に、えー、圧力をかけてくると。えー、1386年には、室町幕府が、 えー、しさんの国の志保こおべこれもともとは小田氏の旧料だったんですね。それを鎌倉府御領所に編入してしもたと。こういったことがあって、小田氏としては非常にいろいろ面白くない。そういう時に、これは実際小田氏がこれをかくまったかどうかはわからないんですが、和解の丸をかくまうという、えー、情報が入り。えー、で、あの、当時、鎌倉に在籍、あの、いた。えー、実は関東、関東国宝の支配下の大名たちは、 えー、財産義務なんですね。室町幕府の大名たちは基本的に在京義務があって、離れた、えー、武将たちは在、えー、国が許されるわけですけども、それは九州、あの九州今川が微妙なところで、九州、四国、えー、九州と、えー、まあ、伊予の国がギリギリのあたり、で、えー、この在国と在京の境目にあるのが、えー、大内と今川というふうになってるわけですけども、 逆に関東八幡をはじめとする連中は、在産義務があると。であの、これ非常に危険なわけですね。ちょっとしたこういうことで、鎌倉府に対して、えー、足利氏光が滅ぼしたいと思ったら、こうなるわけです。特に鎌倉府の場合は、まあ、京都の足利氏、京都でこういう話って、まあ、あ,のあまり起こらないのは、なんだかんだ言うと、やっぱり、義満、あるいは、 えーまあ、あのこのこ頃はしかしあったか、えー、吉,光なんか吉光なんかは、えー、山名とかを挑発して滅ぼしてますね。この頃はまはあ、そういう大変な時期ですね。織田一族は何体以上に籠もって、結局1388年には陥落してます。ただ室町幕府の取り出しで織田氏は存続し、日立南部の小勢力に転落すると,ということになります。鈴木ですが、織田茂知家、織田貴友の孫です、えー。父親が廃人したために、えー、祖父、 高友の後を継いでますで、えー、この持ちの字は足利チちの変形を受けているんですね。ただあの、ここでやっぱり織田氏に限ったことではないんですが、鎌倉府、関東の、えー、名族たちの一つの大きな試練は、この鎌倉府との関係をどうのようにするのかと。織田家の場合は、よく生き残ったなと。まず、上杉全首の乱に関与しましたいや。ここで滅ぼされても文句言えないんですね、これ。 で、所領を募集されて、さらに没落したです。要はこれですんだなと。多分あの、もうすでにかなり小さくなっていて、潰すほどの価値がないと見られた、えー、逆に恩打っとけと見られた可能性があります。で、えー、影響の欄、えー、有機合戦では、まあ、恨みが、恨みがありますが、裏ぎの言うてるについちゃってます。ここはうまくいきますね。で、えー、京都国の欄では、足利重氏型にと。まあ、基本的に守備1 時間はそれほどしていないおどしの場合はとにかくふら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 と、えー、あの勝ち馬に乗ろうと一生懸命あがいてるとこれあの間違えるとそこでゲームオーバーですから、えー、お田しは、えー、うまくこの室町時代実は戦国時代以上になかなか難しいこの室町時代の戦乱政変をうまく、えー、泳ぎ切ったということが言えると思います。戦国時代にはお田しはそれそうに まず、織田智久さん基本的に語学法に従うことに決めます。上杉房明は長岡桂中を攻撃中に病死だから、まあ、京都この欄では上杉家と戦うという。あの姿勢をあの山内上杉家と戦うという。まあ、あのいわゆる上杉 vs 古賀では。他の局面ではえ古賀にくっつくということを考えてます。 次の小田重治、これはあの足利重氏からの返期配慮ですね。小田重治は祖父、小田持家の、えー、貢献を受けています。で、えー、山之内上杉貞と、秋世田と、これ出ましたね、長教の乱。秋佐と、えーあのーまあえー、関東関連系の継ぐ秋佐と瀬田松の間で戦いが起こる。 まあ、大田道館が殺されたことをきっかけに、この両者は、えー、激怒するわけですけども、あの、大田道館を殺したことで、貞政が、えー、弱体化する。それを見て、山の、山の内上杉家は、えー、ライバルになり、な,りたなってきた大木月上杉を徹底に叩くと。で、この長兄の乱では、大木月上杉氏を支援しています。で、まあ、これは、あの、長兄の乱はどちらについても、それほど影響ありません。この小田信治の代に、そこそこ、 うまく、えー、上がってきた、えー、小田氏ですが、この小田春高、小田昭家の兄弟がやらかしめま,ます、えー。つうのは、えー、小田重治が引退した後、えー、この春高がついたんですけども、えー、弟の昭家がそれを寝たんでか兄貴を殺してしまうと。小田昭家はその後、えー、その後不明な、ね、姿が見えないので、まあ多分殺されたんだろうなというぐらいしか分からないと、えー、いうことで。 織田家がどうやって戦国大名化していくのかというとこの織田正治という人物が、えー、大きいです、えー。彼は戦国も始まった1192年に、えー、生誕しています。で、えー、これあの実は足利正智の「まし」という、えー、話と織田重春の子供の説があって、まあ、要するに。 はっきりしない要するにおいげ騒動が相次いで、織、えー、田家が非常に動揺している中で、こういうふうな話が出てきたとも言われてますけども、えー、どの程度これは信じられるのかという話もあって、私もよく分かんない。足利家正氏と足利家高本の、えー、親子の争いには、高本派として参加、ここでもまあ間違えると、えー、きっついですよね。派派派と高本派正氏派の、えー、佐竹小山 結城らと対立したわけであってここで織田氏は間違えなかったと高本が勝利した時に、えー、うまく成功しましたとここまで生き残った関東名族にとってのもう一つの大きな、えー、黒船来衆といいますか大きな試練は北条氏ですね、えー、京都から入ってきたよそ者である、まあ、いわば この北条氏っていうのはあの、まあ、関東の人間化するとエイリアンですよね急速に力を伸ばしてくるエイリアンに対してどう対策するのかと、えー、佐竹氏と連携していきます結局関東の名族を、えー、襲う大きな波としては、えー、一つは鎌倉幕府の中での生き残りで南北朝で南朝徳島に行くのか続いて鎌倉府と、えー、室町、えー、京都富士州それから古岳峰と上杉 で、えー、ついに来た北条氏と。で、ここではあの一度大切なけ氏と連携。まあ、あのだから結局、えー、関東の名族たちは合掌連行を繰り返したり、つ、えー、いたら離れたりしながらいろんな敵と戦っていくと。で、特に北条氏に対してはどういうふうに戦うのかと。1931年江戸氏を、えー、破って、北千の国の南半分を。 えー、支配していくようになってで、えー、戦国大名家、まあ、おそらく、えー、小田氏が一番力強くなったのはこの小玉猿の時代私たちの国の南部そこのところを抑えたというあたりで戦国大名家への一歩を踏み出したんですがこの小玉猿の子を受けたのは川越野戦で足利春氏派として参加してますでこの川越野戦というのは要するに北条 vs 上杉その他、オール上杉その他、オールスターズと、関東オールスターズなんですね。で、この戦いに、えーまあ、山之内上杉も大菊上杉も連携して、あのそれまであの長距離並んで戦ってったこの両者も、えー、一団結して、この北条と戦うんですけど、この北条に負けてしまって、えー、大菊上杉家は滅亡、小田氏もこれからケチをつけ始めて、えー、衰退していくと。 ということで衰退していく時期の当主が次の宇治春なんですね。この織田正治が頑張って勢力を伸ばした前世紀に北条とぶつかっちゃったわけですね。そうですね北条と上杉、上杉、連合の時に、これは北条側につけないでしょうね、関東名族としては。そうなんですよね。うん まあ,あの逆に言うたら上杉憲政と長尾掛けたらそこを狙ったと。我々山の内上杉の復活に手をかせと。まあしょうがないとはいえ、上杉側に着いたら負けてしまったと。うん。顔がえ打線というのは、氏綱の時代ですよね。あ、氏綱です。中の悪い上杉が、連合して。山の内と大やつと、普段なん仲悪いくせに手を組んで、うん。この際、 北条をやってきてしまおうとしたら、逆転だったと。れたあれでもいい勝負だったみたいですね。なかなかね。上杉側にも勝利のチャンスがあったと。勝てるところを勝てなかったのが結局、まあ、あの北条にとっては、やっぱり飛躍の大きなポイントですよね。で最初に、ね、お城の位置図がありましたよね。はい。浦町とかこれもう全然わかんない <laughs>。お城の位置を見ながらの Google ス a で見とったんですけど小田城なんかこ,ここがいいとこやったんかなと今の地図見てるとね、うん、だから湿地帯だったんですよねこの辺りあの攻められにくい通行で選ばれてるのかなというあまり海岸線沿いとかにないですよねそうこの辺ってあの道がどう走っているかもねやっぱ土地感がないから、うん、関東ってねあの ペタっと平野があるので関西やと山があって峠があってここは道が集まってくるからね大山崎とか三草、はいはい、とかねここはポイントやならわかるんだけど関東の東の方ってずーっと地図で金山は緑でベタっと塗ってあるからね、うん、どこがポイントなのかというまあこの小田城この付近にあの えー、筑波山がある感じですかね、うん、水運を見ンとあかんですねこの辺りは、うん、中川とかそうい、ん、う、まあ、川がどう流れてるのかつうのがやっぱりポイントかな、うんまあ、特に湿地帯が多いから船ですよねやっぱり小田城って結構立派なお城ですね大きい見たらそうですね大きい割に 落城した回数が多いから、これは防御力がどうのこうのと、城の方に書いてありましたけど、この城は防御力はあったんかなかったんかどっちやどっちか言うたら、あれちゃうか、あ,のあそこまでぺたんこやったら、あんまり期待してないんじゃないかな。珍しいですね。この頃山城が多いのに、これ山城ちゃうんですね。うん、多分どっちか言うたら、あれちゃいますかね。あの城としの機能よりは まあ行政防御性よりはだからあの、えー、すぐにこの手駒る城とかあの土浦城妖怪、えー、のこういうところに逃げていくんですよね多分落ちやすいんちゃうかなこの小田城ってあのでかいけども堅固な城には見えない例えば平城でもこの土浦城なんかはもう後ろが霞ヶ浦で周りが鶴太やからまあなかなかあの大軍があの攻められにくいというそういうとこじゃったんでしょうあ,あったみたいですけども だから必ず小田城から土屋城に行けますですねあの、宇治治さんは。やっぱり小田城に帰るんですね、小田城取り返せば。取り返せば小田城に帰ります。小田城にいることはやっぱり大事なんですね、彼にとっては。菅井正美ってあの思想家として有うな菅井正美でしょあそ,うでそうです、そうです。結構オーブン残してましてね。うん、いろんなあの、えー、あっちこっちの伝承家家系残してるみたいですよ。うんで結構北海道関係でも、 いくつかあの面白いネタ話を残してくれてるんで一度真面目に読んでみないといけないなと思ったんですけど、まあ、あ,あんまり真面目なことないですよねあれちゃんと真面目に読まないといけないなと思ったんですこの人東北の方旅行してますよねそうそうそう北海道まで行ってなかったはずです、うん、菅井真澄が書いてるということは真実かどうかわかんないけどある程度そういう話は根強くあったということですよねですよね 根も葉もなないい作り話じゃないとうん、うん、こういう伝承も研究していくんですか、一つ一つつそういうこともやらんといかんなあということです、ねまあ、北海道、北海道中誠者とほんま、資料がないから、そうか、まとまった資料がないと、当時、百合文書みたいな、そういうものが。そうそう9割ぐらい、あの出たらめな資料しかないから。 そら神羅の記録あんだけでらべたらもう使えんわーいう <laughs> 今日のメインはこの戦国最弱の武将である織田氏春ですね1 9 3 4年に織田正春の子として生まれています1948年正春の地によって織田氏継承ということでまああまりいい条件じゃないですよね川越線でなくなあの織田氏がちょっとへこんだところにこの若さで 満14歳で後を継ぐわけですから、スタートからして、えー、すでにあこいつ苦労するなという、えー、これ、親父がいけてたら、14歳で継承しても、父親の死が祖父が貢献してくれたら、別にまあ、それはそれでいいんですが、この場合、あの父親の死によって継承してますから、えー、もうちょっと父親いけててほしいよねという感じですね。それを受けて、早速、真壁久本が、えー、結城市へ、えー、離反していきます。 だからまあ、あの一つの相手は、この真壁の問題、それからこの勇気、えー、との関係、白で見るならば、この真壁氏がえ、もともとこれ青やったんですね、つまり。それが離反しちゃって、くるっと書いちゃって、緑になった後、赤になっちゃったと、えー、よくなります。小田からすると北をガクッと抑えられちゃったと。 なすこのマカベ氏っつうのは、あの、日立大城、えー、日立大城を切除した、えー、日立兵士の、えー、一門ですね。千五百五十五年、佐竹義昭とともに、えー、結城正勝を攻撃しています。佐竹と、この織田の関係っつうのも非常に複雑ですよね。結城との、えー、戦いでは、連携できるが、えー、日立をめぐっては、佐竹は南の方に出ていきたいと。 で、えー、小田としたら、北の方に行く気はないが、佐竹がこう南にグイグイ来るのは困ると。北条氏。北条氏はとりあえず北関、あの南関東を制圧した後、えー、北関東への攻撃を、ね、狙ってます。で、北条氏康は、えー、結城正勝や大田月正良を、えー、援助して、この織田領に侵入していきます。まあ、だから日立の国を、南部を抑えようと。織田城が落城、1回目ですね。 小田城が、えー、落城が落してます退弱の武将と栄誉されるのは小田城が何回も落城してるからだって、えー、ちなみにウィキペディアに書いてあった表があって、えー、その表で敗北と勝利の数を2つ数えてみたんですけどもまあそれはしっかりしてるものを見ると19勝20敗ということでまあこういうのを見るとあれですよねよくぞ負けて、ま、負けても登板、えー、している弱い えー、西鉄ライオンズのエース、東さん見たもんですね。負けても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 登板させられるという感じで、負けても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 復活すると。えー、ほんま強いんじゃないかみたいなところですね。えー、で、土浦城に行きます。これ、あの、基本的なことですね。えー、小田城が落城したら土浦城に行くと。だから結局、小田城はやっぱり、えー、多分防御的に問題があって、土浦城というのは堅固であると。 ところは宇治治と北条氏康が和睦をして、その木下正倉は撤退し、小田城が復帰します。だから、1回目の小田城陥落から復帰というのは、小田氏が先頭で勝ったのではなく、まあ、政治力で勝ったということで、こ,のこれからしばらくの間、小田は北条と組むと。だから、割合、佐竹が徹底的に反北条に対して、小田は えー、北条との関係を非常に悩みながら北条との関係を強めていくという方向にいきます。ちなみに戦国戦では織、えー、田氏春さん3回出てますけども顔が全然違って面白い特にこの、えー、一番、えーまあ、ランク下のこのカードの織田氏春は文句の叫びかという感じですね。戦国時の日立はこういう感じになってます。 あのこの土浦城を押さえているのはこの姿に、猛、え、将、ー、姿、えー、菅野家、えー、正貞で、小田宇治春はこの菅野家正貞に、えー、しばしば助けてもらうと。この江戸畳というのは、まああの、こういう小田宇治春にとっては楽譜になっておりますが、この佐竹氏の、えー、圧力で最終的に佐竹氏の、えー、支配下に入っていくと。真壁も、えー、佐竹に入っていくので、あの こういうふうに佐竹,あの佐竹がえ力をこうどん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 とこう伸ばしてくると、小田はどん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 と、えー、減らしていくという感じですね。で、えー、この結城正勝の圧力が、えー、かかってくる、下からは北条氏の圧力がかかってくるということで、なかなか苦しい、えー、状況ではあります。あさらにこの小田氏にとって頭痛いのはこの太田敷正ですね。 結局これピンクになってるのは、えー、最初は佐竹から、えー、この北条に、えー、寝返っちゃってるということになりますね。えー、だからまあ、田助政と結城政勝に攻撃されても、最後は逃げ切ったと。ここでもともとこういう関係,関係が今度はこうなったと。で、あのこういう関係が、えー、今度は仲ようになったと。 ということは、佐竹との戦い。これがあのむしろ、えー、主ですね。織田氏春の場合、えー、まず、えー、最初に北条氏康と戦,戦,戦,戦わされたと。で、えー、続いて佐竹義,義重と戦わされたということになります。1557年、佐竹義章、義繁の親父ですね。えー、それが高山沙紀。これによって、海老ヶ島城を、えー、攻撃されます。その隙をついて氏春は、 高谷正常の下妻城、下野の国ですね、下妻城を攻めたんですけど、宇治原は敗北します。留守を攻めたのに、留守部隊にやられちゃったと。で、それどころか、小田城は落城します。土浦城に逃亡します。ここで、菅野山正里が、まあ、これ2回目の落城ですね。菅野山正里が、小田城を奪還してくれました。ということで、あの、小田宇治原の失敗を、菅野山正里が救う。 パターンが始まりますで、1959年雄木正,正勝が死んで雄木春友に変わるときに雄木、えー、城を攻撃しましたところが小山貴友、えー、真壁氏本らによって敗北してしまいますそれどころか、えー、ぶち切れた雄木氏は逆襲してきてあの海老ヶ島城が、えー、落城するという下手に手を出してひどい目に遭うというまああのよろしくないパターンで小田氏春は、えー、ひどい目に遭います もう一つ、えー、関東の所属にとっての大きなポイントは、この上杉謙信、長岡虎との関係をどういうふうにやってくるのかと、あの上杉宣桝と長岡虎、えー、コンビにとっては許すべからずと、そのきっかけになったのが皮肉なことに、どうもこの桶狭の戦いによる高僧春、三国同盟の動揺なんですね。長岡虎もそのままあの、このグループも、えー、うまくいっているところに突っ込もうと思わいわけです。 要するに、この3つが、えー、動揺を来たす、まあ、今川義元が潰れて今川氏真になったと。それを見て、えー、武田信玄はこちら、に野心やまんまん、また1 1 6 6年、まだ,はまだ、えー、あれですけども、この、えー、関係が、ここが、ここに大きな動揺がして、まあ、この、えー、青グループが、えー、ちょっとあの困ってるよねというあたりで、上杉家は、えー、こう突っ込んできます。 でこれに対して、えー、関東所属はどう反応するのかと。例えば、宇都宮、えー、真壁、えー、佐竹、こういったグループは、えー、もちろん北条忠相ですね。それに対して、織田氏春はどう動くのか。なんですが、氏春はやっぱりやりました。あっさり、えー、上杉家に行きました。だから本来、青やったのに、えー、こっち、赤の方に、えー、あっさり寝返りました。こういう武将にとっては、やっぱり、 強い方につく、勝ちそうな方につく、勝ち馬に乗る、これはあの徹底しないと失敗しますが、やりすぎると、えー、ややこしいですね。藤原は取られた江戸島城を攻略します。ところが、1562年、あっさり、あやっぱり行っちゃった。北条方に離反します。これは、あの長岡徹、上杉典政は結局、えー、鎌倉を、えー、占拠して、 えー、そこで鶴八幡宮で関東関連の就任あの長岡家寺の、えー、関東関連就任上杉正虎、えー、の就名、えー、山内上杉氏の継承というものまでやったんですが小田原城を結局落城させるに及ばず聞き上げてしまうわけですそれを見てあっさり北条方に、えー、離反しました佐竹方の大城佐竹には激派と勝ったりもしてますまあ十九勝二十敗ですから、えー、それなりに勝ったりもしてます 北条についたということは、えー、宿敵だったこの結城晴朝と連携して、えー、ポイントは今度は佐竹との戦いになります。佐竹とどう対処するのかと。北条につくんだったら今度は佐竹とどう対処するのかと。結局、まあ、小田氏春っのは上杉、北条、佐竹という強敵に囲まれてどういうふうに動くのかと。で、1164年、宇都宮広綱、佐竹義昭、天壁氏元。 この3人が上杉正虎に対して訴えるわけですね。織、えー、田氏春が、えー、突然、北条大に違反したために我々は迷惑しておると、なんとかしてくれと。そしたら、この正虎の動きはめちゃめちゃ素早いんですね。あっという間にやってきて、三王との戦いで織、えー、田氏はボロ負けしました。どれだけボロ負けしたかと言いますと、菅、え、根、ー、は正虎の嫡男が戦死するほどロ負けしました。 それどころか小田城も、えー、落城も落されるとこの時の上杉政虎の動きがすごいのは、上杉は、この宇都宮、佐竹、真壁が打ってくれ言うたら、すぐにやってきて、宇都宮、佐竹、真壁の援軍が間に合わないと。だからこれ、上杉政虎 VS 織田氏春一級時ないんですね。軍神と言われた上,あの上杉政虎と戦って、えー、最弱の武将が勝てるわけもないわけです。人数も違いますしね。 ところが、えー、1165年、須崎義明が、死、え、ん、ー、で吉尻を継ぎます。この、えー、ごたごたに乗じて、小田城を奪還しています。で、えー、調子に乗った小田氏治さんは、隣の大田助正を攻撃しますが、敗北します。だから、まあ、小田氏春は、えー、小田城を奪還するまでは行くんですが、そっから先はいけないですね。どうか考えても。1166年、再び上杉正虎が攻めてきて、早手のように小田城を陥落させていきます。 次は菅野家正貞が上杉正虎を攻撃してというような華々しいことにはならず結局正虎に降伏して織田城を返してくださいと。でこの時に織田城はどうも城割りを行われていて破壊されたみたいですね。要するに戦闘力を失,失わせた上で織、えー、田城に戻ることを許すと、えー、いう形になって上杉によってえ城割りがこの行,われてみた行われてしまいました。 あの信用できないんでしょうね。こんだけえあれやとあっち行ったりこっち行り、まあどうせすぐまた俺があの、えー、越後に帰ったら、えー、すぐ北条に裏切るんだろうと、えー、いうことでしょうね。その危惧は当たっています。千六百六十九年、佐竹義重が小、えー、田城撃退攻撃者これはあの北条との関係がおそらく改善してきたように考えられますね。それについて小田篤正を攻撃したんですけども、えー、敗北という。 なんかこっぺのミスかなと思われますけども、えー、要するに、まあ、織田氏春の例、パターンですね。織田城に絡むと強いが、織田城から出ていって攻めていくと弱い。えー、戦国の時代、結城春友が進行してきています。平塚らの戦いで、あの菅の山裟の活躍などで大勝。これによって、織田氏の強さを保持して、えー、するこしてます。で、まあ、結局、ここで、えー、大勝したことで、 え、まあ、佐竹も、そう簡単に、織田っつうのは意外となかなか難しいということになって、佐竹も、この織田をえ潰すのにはなかなか時間がかかるということをまあ認識させられると。1973年、大田助正が簡単に攻撃できて、前日、年越しのえ徹夜のえ連絡会をやっていた織田城はあっさり落ちました。しかし、すぐにえ奪還しています。 だから、まあ、小田城を落とされても、えー、すぐに、えー、戻るというのが、まあ、小田藤春の戦国最弱の武将のパターンですね。手前坂の戦い、こういう関係ですね。今度はこちらが、えー、仲間同士になって、こういう関係やっています。大田士の岩槻城の復帰問題から北条と上杉の交渉が動き、ところが信玄が、えー、ややこしい動きをするので佐々木は動けないと。 そういう中、織田が大、えー、田を攻撃できます。ところが、えー、まあ、あのこれ基本的なパターンですね。織田氏春が攻めると、えー、撃退されると。それどころか、えー、カウンター攻撃を食らって織田城が攻められると。その結果、佐竹が、えー、その次に進出してきて、えー、織田城を、えー、完全に制圧、えー、します。結局、あれですね、小田氏春の、えー、パターンです。 織田宇治春はとりあえず織田城を守ってる限りは強いんですが、えー、よそに手を出すと負けるさらに悪いことにこの佐竹が本気出してきたことによって実はこの手前坂の戦う最後に織田氏原はこの織田城を回復できなくなっちゃったんですねこの戦いが、えー、以降、えー、織田氏原は織田城に戻ることはありませんでした、えー、これ以降織田城は、えー、佐竹の、えー、勢力圏に入ってしまいます 小田氏滅亡の危機ですね。えー、手前坂の戦いで織田城は陥落し、土浦城に逃亡します。でそこからさらに藤沢城に動いています。代わって織田城に入ったのは誰か言ったら、太田敦政ですね。太田敦政が織田城に入りました。太田敦政の息子の梶原正景が藤、えー、沢城を攻めますが、これには勝ちました。その年、北条氏との迷惑が成立して、えーまあ、ピンチをこう,いう形でなんとかしようという動きですね。 ところが、佐々義重が、えー、小田漁に進行してきます。なんか、あの、逸話であるみたいですね。えー、小田氏春っつうのは、 あのまあよく負けるんだけどじゃあ非常に実はなかなかできた君主ではあるんだけどちょっと家が衰えていて弱かったとかまあそういう不幸な人間なのかなと思ったら宇治原の場合そうではなくて家臣を、えー、ちゃんと祝言を行う家臣を還元を行う家臣を殺しているという話があってドラマた多分これでしょうね。多分篠田大和の神は 宇治春に対して佐竹と仲直りしてた方がいいですよと、このままはじゃ織田家滅びますよと言うたんでしょうね。で、あの北条氏、結局北条氏と組んでも遠いし、結局北条氏は要するに日立、北関というのを信じ足掛から欲しいだけなんだから、えー、ここは佐竹と組んだ方がいいと、多分言ったんでしょうね。えー、で、あの中殺して、佐竹氏との戦いに挑んでいきます。藤沢土浦城で勝ちました。 小、えー、田城は、小、えー、田氏原は結局自分のこもってるところでは強いんだが、小、えー、田城が一旦一悶になると、えー、今度は失敗すると。それどころか、大体いいそういうところに手を出して欲をかくとひど、えー、い目に遭うという。これも小田氏、えー、原の、えー、パターン化してますね。自分の本拠地では強いんだが、えー、ホームでは強いが、アウウェイでは、えー、弱い。それどころかアウェイに手を出してひどい目に遭う。 1774、えー、年には3か月籠城戦をた、えー、作った後、えー、土浦城が落城し宇治治が脱出頼みの綱の、えー、今まで、えー、ずっとずっと田を宇治治治を作ってくれた菅野山正貞もついに須竹氏に降伏して菅野山正貞は,田は、えー、須竹の、えー、家臣になりますで、えー、宇治治治治の行方はしばらく不明になります 百合子以来の名族小田家はここに黒びたかと思ったんですが、なかなかしぶといですね。小田氏春の場合、運が良かったのは、北条氏政代、代が変わってます。北条氏政元に長男の小田智春を羊に送ったんですね。つまり、名役をやるときに当然、まあ、氏政に対して羊を出すという形。これがうまく効いた。 この友春が、えー、働きかけたおかげで、北条氏政が小田氏原を助けてくれたんですね。この矢田春助もなかなか何回も出てきてますけども、この矢田春助さん、もともとは古河法蛛の、えー、家臣だったんですが、最終的にこの頃には北条氏、えー、政の、えー、家臣になっています。下本さんの国の赤粛城を支配、えー、し,してるんで、北条家にとっては、えー、北関東への拠点ですね。 この八田春助攻撃に向かって須田教師に対して北条宇治政宇治天が、えー、攻撃を仕掛けるとで、北条宇治房が、えー、土浦城を攻撃するとこういう、えー、尾田氏の、えー、復活の狼しに対して杉、えー、野松津田は帰ってきてくれました北条氏に、えー、降伏した上で土浦城を、えー、この宇治房に,とにあの河川して、えー、土浦城をこの杉野松津田は回復します えー、菅野屋さん頑張ってくれましたさらに、えー、1977年には宇治春が富士町に復活江戸、相馬、千葉氏らの援軍によって手駒る城を奪還しますところが1977年には木玉城が、えー、陥落しかしこれをあの菅野屋松田の息子の菅野屋則政が奪還してくれたわけで小田氏は、えーごえー、手駒る城や、えー、木玉城、中良城などを、えー、奪還して まあ、あの日立南部の拠点を回復していくと。さらに、えー、北条氏てる北条氏国が、えー、日立を攻撃して、織田氏春を、えー、さあのバックアップしてくれるという形で、織田氏春はあの、えー、こういった北条氏の、えー、バックアップを受けて、藤沢城を奪還。しかし、えー、1588年には佐竹義重と手ごまりで戦って、えー、敗北しています。でも、この時に手ごまり城は落ちず。 で、えー、最後の戦いですけども、1590年、小田氏春は、えー、小田城を攻撃します。これは日の口の戦い、えー、言うんですけども、これ失敗します。で、この1590年という、えー、年代を見たら分かるんですけども、えー、一生懸命小田城を攻撃するんですね。で、戦、え、局、ー、は優勢なんですが、あと一歩が足りない。そこで北条氏政に援軍を要請するんですが、えー、実は北条氏政はそれとかなまったんですね。1590年。 秀吉の織田出兵が勃発してしまっており、えー、北条氏政は織田氏春を助けるどころではない、えー、それどころか北条氏が滅亡した後豊臣秀吉は、この織田氏春に対して、あのうちに今度、織、えー、田城を攻撃してるって何事かと、小田原城になぜ来ないというふうに言われて、改、え、易、ー、処分にされます。翌年には、えー、謝面さされれます謝面されても織、えー、田 ここだけが何かなるわけではなく、えー、一応三百国を与えられるという。えー、有機秀康の脚本として付けられて、三百国を与えられるという。そういう一応、有機の関係者として、日立の国南部に三百国の、えー、あれをもらうとで。この有機秀康の脚本だったということは、これはその後、彼はこの有機。秀康が越前にいた時に、一緒に越前に向かって、こんなく越前で亡くなっています。 江戸時代にいったのは1600年で、はい、翌年にはもう亡くなっていると。他の織田家はどうなったのかと言いますと、織田智春さん、あの先ほど出きた織田智春さんですね、秀吉・秀次に仕えています。北条氏が、えー、滅亡した後、えー、秀吉・秀次に仕えて、朝鮮出兵でも活躍、だからまあ、親父が300名で、こちらは、えー、3000石をもらったわけであって、伊勢の国に所領、えー、をもらって、八田と名前を変えています、八田智春と。 ところが秀秀事件でににななりりままました。ががううくあの口ずらしてく口てて、れことす。ところが関ヶ原合戦で秀康に抜きかけを進めた結果それが家康の怒りに触れちゃって関ヶ原でせっかくうまくあの秀康の、えー、側近になれたのにそこで何,何で失敗するかなと、えー、言われですね。結局織田氏治,治の嫡男である織田氏治,治森治と、えー、入れ違いに彼は退去。 織田智春の子孫は2人おったんですけども、1人は福島正則に、もう1人は松平忠勝に仕えています。その後はよく分かんないと。織田盛春ですが、秀康の頼吉はずっとなんですね、実は。退去になったのは、この、えー、家康がぶち切れて、結局、智春に対して、秀康に仕えたかったら、この盛春の、えー、家臣になれと、えー、いうのが、それはちょっとできないというて。 えー、退去して福秀,秀織の元に行った後福島松則に召し掛えられると、織田森春は越前松平藩士になりますただの海域後この子孫は、えー、このまま松平には残らずに武蔵の国に、えー、行ったと言われていますということで戦国最塾の武将の織田宇治春を見てきました織、まあ、田宇治春織田町を攻撃しててこれ秀吉が北条を攻めるのを 気がつかんかかんったんですかね北条の一部ですからね、もうこの小田は。で、北条と豊臣が、まあ、戦争になるからといって、ここで北条を裏切って秀吉側に行きましょうというわけにはいかないいかなかったでしょうね。そこのところ失敗したかな、もうちょっとなんか情報,情報があったりしたら、小田城にこだわらんと、もうちょっと幅広く見てたら、もしかしたらうまく由らみたいに逃げられたかもしれない。 結局北条に行くか佐あの上杉と組んで佐竹らみたいになるのかどちらを選ぶのかというえところで小田は安直に北条に行っちゃったと。小田も難しいですねあの佐竹みたいに一貫して反北条というわけでもなくてこれ佐竹と北条に挟まれたそうそう弱小だからこういう形ですか、うん、ちょっとあの厳しいですよね。 政学的に言ったらやっぱりあの小田いうのは、えー、なかなか苦しいところがありますよね。ここに柳田がおるんで、あのこことも <laughs> あの柳田が北条落ちたら北条とガチやるか北条とくっつくか。佐竹家とか里見みたいに橋の方におったらね、そうなんですよね、うん、戦略は立てやすいけど、これ周り全部囲まれていると、四方囲まれていると。 北条に行ったら今度は佐竹の圧力がかかってくるしあの佐竹と行ったら北条の圧力要するに結局自分が一番 <laughs> 割りよく場所でありますねここで自分が圧倒的に強いわけではないから、うん、<laughs> 自分が強きは逆にこれであの売り物になるないけども弱いからねという、まあ、要は頑張った方ですね菅な屋さんに助けてもらっで頑張りましたね <laughs> <laughs> 最後 ボタンがどちょっとかけ違いがなければ、うん、ゴールインできたかもしれないゴールインできたかもしれないあの、うん、北条にくっつきすぎたのでまあ北条と海を共にしまったとあ、うん、結構北条と海を共にしちゃったやつ東北方面でも大崎とかそうですよねあれ伊達はギリギリ滑り込み政府で大崎とか小田はギリギリうとト宍戸さんっつうのは八田智家の四なんですね 四男の家政が獅子道場をもらって獅子道を名乗っています。で、茂木と並んで織田の家臣ですが、いろいろおるか言ったら実は意外とおらんですね。まあ、有名なのはこの人物、これ以降有名な人物であります。それからこの四川院光泉という人物、この辺がちょっとおもろいぐらいです。あとはほとんど Wikipedia の名前は出てきませんレベルの話です。獅子道師は、 鎌倉時代には織田氏に代わって日立の守護になることもあるということで、織、まあ、田の有力一門ですね。室町時代、一貫して北朝方におった,おったと。その結果、鎌倉府の中枢により、実は京都の資料にもしばしば獅子戸さんが出てくるみたいです。京都との交渉を任される、えー、そういう家であると。戦国時代は獅子戸。えー モテギ織田の所流である宍戸茂テ木というのは宍戸の着流はこのままあの、えー、日立の国に残ったんですが宍戸、えー、の所流と茂、えー、テ木氏が関柄原の佐竹,佐竹の天保に、えー、ひっついていて久保田藩秋田の久保田藩までくっついていて彼らは盛岡藩との境に配置されるということで、まあ、非常に重要視されてた、えー、重心だったことが分かります。まあ、あの盛岡の との関係が別に、まあ、言い悪い関係なくとりあえず大半である盛、えー、岡藩と,とっては久保田藩はまあ気をつけにならん相手であると、えー、いうことでこの盛岡藩との境に配置されてました、えー、だから国境に、えー、配置されたいざ、えーまあ、という時に、えー、何かあった時にはこの獅子土茂木っつうのは頼りされてたとそう,いう、えー、そういう関係であることは分かります秋ししどしっいうのが おるんです、ね、秋の宍戸市で有名なのむしろこちらの方が有名なんですね。秋宍戸市。宍戸ともいい通人物は足利高氏に従って六羅攻めで、えー、軍港だと言ってます。でえー、秋の神沼と言われてますが、これはどうかなと。で、えー、その後も高氏に従って多々良川まで、えー、活躍。そして秋の国に移住し、五竜城を、えー、築城してます。その子孫の宍戸元家という人物、これですね、宍戸元家さん。 大きい家という人物が非常に暗ンであったためにこの元家が跡を継いだという怪しい話があります。武者修行中に大きい家がアングだったのでシドカチから壊れてこの秋シド氏を継承したという伝承があります。ただこれに関してはかなり詳細不明なんですね。よくわかんないと。 ただ、この彼の時代に秋の国で、えー、勢力拡大が、えー、広がっていると。で、逆にこのシドどもと家より前の、えー、シド家の墓がないとか、いろいろとややこしいことがあって、青年からこれも、えー、含めて、非常にいろいろと怪しい、えー、人物である、あの非常にややこしい。ただ、この秋において、このシド氏市が急速に力を増大させていくのは、このシドどもと家であると。このシド家都市という人物がいます。 四仙院京仙とも言いますけども、えー、生物店不詳で、彼は山伏集合をしていたという、なんか怪しい人物ばかりで,ですね、武者修行をしていたとか、山伏教師だ、しかも魔法をとぐして、空を飛べるようになったという、なんか怪し,い怪しさしか感じない人物です。魔法に興味のあった細川政元に仕えています。魔法の国のエンチャンシャーじゃありませんが、魔法使いになりたかった、えー、細川政元に仕えています。 こいつ間違いなく政元の人生を狂わせた一人ですよね。細川政元はこの魔法をなんとかやりたいと言うて修行には,さは,、えー、はまってしまって政治を安富家に放り投げた結果、えー、最後は栄昇桜んで政元ぶっ殺されちゃったというろくでもないことになってますからでこれ以降細川慶長が急速にごたことになってそれまで 鉄壁の結,あの結束であった細川家が急速にごたごたしているわけですから、まあ、細川家にとっては薬、疫病神といってもいいですね。で、出家したらしく、不思議なあの人物で、こんな怪しい人物、実在じゃなくて、なんかあのネタちゃうのとネタ、ネタだったらいいよねというレベルでね、こんな不幸な慣例も、魔法にはまった不幸な慣例もいないんだという話で。 出たらやったんですけど実はこいつあの貴族家たちとものすごく仲が良かったらしくて、一長狂気を始たはじめとして多くの貴族家の池に名前がポロポロ、ポロポロ出てくるんですわ。だから、隠しつらいした人物であると。で、三鷹光家によると、相乗マネでと言われています。もともといろんな才能が大っ人物なんでしょうね。 えー、英書のクランに出家して、えー、そこで、えー、仏道に励んで僧上にまでのし上がれるっつうんだからまあいろんな方面で才能があった人物であったようですただし生没念は不詳です、えー、ネタであればいいのにと岸戸元家の子孫である岸戸高家この人物の時に岸戸家は、えー、大きく姿を変えますもともと秋の国の有力国人だった岸戸家は 急速に秋で力をつけていく毛利家とずっと対立関係ゃあったんですねところがこの静岡家はこの静岡家の高通じは大内押し鷹の高をもらってるんですがだから元なるよりも一世代下ですね五流の友と、えー、婚姻してますこの毛利元なるよりの息子の毛利高本とは非常に関係がよく彼は毛利一門の、えー、としてあの遇されるようになります それまでまあ対立していた毛利の一門格になっていくと。これは毛利が急速に上がっていく中で、この湿度高い家の存在感も、そういう意味では、小田の一門としては非常にうまくやった方ですね。この吉川元長、えー、毛利輝元の学府、あの、周到になっています。吉川元長は、えー、吉川元春の嫡男ですね。毛利輝元、えー、の性質の父として、うん、毛利家が大きくなっていくと、えー、この湿度家も、えー こう評価上がが上上っってていいくくととランク上がっていくと長州藩ではえ一門家老の筆頭に、えー、なってます、えー、だから、まあ、毛利家の重臣中の重臣として宍戸氏は、えー、存在し続けたと周防の国右谷、えー、一万一千国石の土地を持つ大臣の,、えー、あの家老として一門家老の筆頭として明治維新まで、えー、残ると明治維新にそんなにあの えー、維新の頃に砂に目立つ人物が出ないのは、まあ、まあそういうもん,んでしょうね、毛利家が割合、あの下っ端の方がガがってきたんで、えー、上の方はぼーっとしたと,ところなんでしょうね。秋篠氏の話は以上です。まあ、織田の中では比較的成功した方ですかね。細川政元に、これ、師匠みたいな、なんか先輩なんですか。先輩いうか、あれでしょうね。あの マ法を使いなりたい、マサモトさんにとって、この魔法を使える人物は、師匠もともと細川政元にそういう思考があったんですかああ、たぶんね、たぶそ,そうだと思うんですよ。でそこへ、この宍戸さんという怪しげな魔法が使えるという人がやってきて、<laughs> <laughs> ね、これ、家臣に抱え込んだら、ですねそうですね。 あの多分トリール才能は抜群だったんだろうなこういうやつどこにもいそうです、ね。大体国を傾ける人物でいそうですね。なんか怪しげな人物でもう弁舌と取りルる才能もう抜群。それだけ20年ほど前にも空を飛べる空中浮要とかなりましたからね。<laughs> だった。あのまさにその空中不要、あのでこういつは空を飛べると。 でともら飛ぶべく一生懸命し修行するんです,よ <laughs> 修行するぞ、修行するぞって。こんなのでも、まさもさんも、お前、ほんまに飛んでみいやー、って、ふとわしいのは思うんですけども。どうしたんだろう。で、この頃結構魔法って流行ってて、あの関白内大臣の九条兼道さんも、俺は魔法を使えるようになったと自称してましたからね。彼も、あの私は魔法を、私も修行した結果、魔法を使えるようになったんだと。 あ結構上層階いのやつというかそういうもんに凝ってたわけですね。凝ってたってことなんですね。うん、でああの <laughs> 彼らの共通点は魔法を使うためには女に触ってはいけないと。だから九条兼通は娘はいたんですけども結局息子はいないんで、えー、しかもその娘は見養子に嫁になっちゃったんであの自分のお姉さんの子供を。 お姉さんが二条家に嫁いだのでその二条家から兼高っつの養子に迎えてきて継がせてますで正元は例によって例のごとく九条家やら何やらあちこちから養子を取ってきてそいつらが全員で殺し始めるというバトルロワイヤルほんまに迷惑になっちゃう <laughs> 正元はあのもうあの九条正元の息子を生まれた直後にもらってるから あのもう最初から子供作りなかったんでしょうね、最初から多分魔法使いななったんでしょうねあ、あの細川澄之は、あれ、生まれてすぐに細川家に養子行ってますから。男同士の愛というのは別に邪魔にならないんですね、こう修行には。ならないです。うん、あ仏道ももそうですもんね、うん、日本独特かな、これ、日本の伝統なんでしょうね。 朝鮮王朝はびっくりしてますからね、あの吉持が美少年をわー集めてるのを見てびっくりしてますからね。朝鮮半島にはそういう風習ないんですか。なんかったみたいですね,そうね。来た人がびっくりしたぐらいから、江戸時代までは盛んだったらしいですからね、日本は。うん、東海道中膝栗毛のエジさん、北さんも実はそういう関係だったという。あ2人がうん でなんでそうふたかいると、多分私は思うんですけども、あの男二人で旅するんやったら、そういう設定でないと不自然だと。<laughs> なんで恋人なのに二人で、まあ、現在例えばあの、男女のペアであの東海道を下っていく言ったら、二人でこう旅館に泊まるので、この二人恋人だろうと、普通は考えるんであって、多分あの男二人でこう旅してたらこう、それはこの二人は恋人なんだろうと。義務相もと彼か双眼鏡やと思うんですよね。 あつかだあのお店のホス,ホストと、えー、その乗客の観客だったんですが。雰囲気をチらシたんったら、小田さんは剣道の世界で生きていったって、チラッと書いてあっ,って、なんちゃら、かな、<ー> <laughs> なんかそうみたいですね。<laughs> 剣術の道に生きていったってあります、ね、そういや。小田の末裔は、<laughs> まあよくわからんですね。 まあ多分そう,いう方向で生きていく見ちゃったでしょうけどね。没落した大名でも食べていけなくて、野垂れジヌってことはあんまりないんですねまあなんかあったらね、野垂れジヌ一番あれ,あれなの、あれか、一般庶民に、えー、格下げされちゃったという足利氏ぐらいか、<laughs> 平島久保、八菅さんと喧嘩して、あの侍の身分取り消されて。 クショに落とされちゃったという足利義吉のあの吉井の子供ですね。まあ小田ぐらいやったらあのうやもうちょっとうまくできてたらあのもうしたら公家になったかもしれないし。そうですねだから名族は家康が拾って、公家、うん、とかあの交代より合いとか。あの交代より合いって面白い制度ですね。旗本やのに参議院交代してから交代より合いとその下の旗本って全然ちゃうんやと。 もち大名なんですよね、皇太<回>よりやつのは。あれ、大名なんですね。そうかと思いました。大名と肌元のとこに下がるんじゃなくて、交代とそれ以外の肌元のとこに大きな差があるんや。うん、参勤交代させてもらうのはええことなの <laughs>。参勤交代できたら、権利、権利というかし、ステータスなんですね。ステータスね。うん、うん。と思いましたというところで、次回は何にしましょうか。 こいつはさあ全然タトニッタ。<laughs> ニッタヨシタの子孫なんで、れ直系の子孫って活躍し子んですか？知ってません。あの実はよくわからないですよ。あのニッタヨの子孫を自称する岩松家。うん、岩松家はあのえ一応理屈ではあのニッタヨの子孫吉宗の子孫なのとって、吉宗の子孫なのとって,ってであの。 あの今までの山松家足利の千代彦山松家を滅ぼしあの乗っ取って、えー、日田慶喜の子孫が取ったと。で、もう一つ日田正喜の子孫を名乗る由良、えー、がこの山松をこう下国上して金山城を支配してするあの成茂です、ね、あのこの辺広い意味で言ったら、この要するにこの由良成重たりは新田の一応松江を名乗ってると。 新田という名前で大名出てこないですよね。出てこないですね里見とか山名とか。うん、一応、新田の長引くものはみんなあの名前を <laughs> 変わっちゃってるんで。では、内臭は新田ということで、やっぱり中心は新田義貞ですか。まあ、義貞についても、まあ、一応やらなあかん、ね。意外となんか勝つなくなね、吉田って。田、えー、それから、まあ,あの、この由良成重。 中心関東の,あの,この岩松、えー、由良、この辺りやっぱりあの関東の名族の生き残りパターンを、この吉田、新田、吉田までの新田家、それからこの岩松、えー、由良、えー、この辺りはもうまさにあれですね、関東の名族がどう生き抜いていくのか、であの先ほどのコートエラーで出てくるのはこの、この由良の子孫と岩松の子孫が、えー、争うんですよ。この両者にものすごい差ができちゃうんですね。 氏族と家族の差ができちゃうんですね、これ。男爵家と、ね、ただの氏族。喧嘩するんですよ、これ。もう、これ、ほんまギリギリのとこなんですね、大事な、大事な。鎌倉時代、新田って足利の家来やったんやって説もあるんですね。うん。最近<大>、ね、そうなんですか。うーん、あの、たぶん、新田一門、新田は、あの、えー、まあ、神王聖徳に書いてありますからね。 あの足利尊氏の一族なりもう近房がそう言っちゃってんだから多分あの当時の人間これは面白いのは新田先ほど紹介した新田次郎さんの「新田義貞の小説では別にそういう制度出てくる前の話なんですけども結構古い本案だから「足利尊氏」はもう足利貞氏なんてあのもう完璧に新田義貞を一門の、えー、端くれやとあの一門の下っ端やと、えー、見下してるんですよね。 でそ舌でで田があのこうやってへへってやりながらめっちゃムカついてるというシーンがあるんですがあの、まあ、実態って多分そういうの結構近かったんちゃうかなあのほぼ周りの人間の目は、えー、足利家の一門の外れ足利に耐えたら対等のように高校の日本史では出てきますがいやー、うん、一切もち茶みたいやと。 どうも、あの、ケム,ケム政権で高氏に対抗する旗印はなんか必要なったやつで、急遽担ぎ上げられた気の毒な人間が多分、吉田なんだろうなと。で、本来なら、例えば、その器ではないと言ったら、言い方ひどいけども、新田次郎さんなんかは、吉田がちゃんと軍事の権限を与えられていたら、なんちゃかただろうなんていうのはそれはないと思うんで。 まあ、あのやっぱりその辺はスーマンの軍勢を動かす足利尊氏足利家とやっぱり新田家はちょっとやっ,やっぱり角が違いすぎたなともともとのルーツのとこでは同角やったんですよねあれそうなんですよねこへ、うん、もうしょっぱなであのなんか鎌倉時代は難しい製変を生き残る前につまずいちゃった新田 <laughs> は平家にくっつきすぎてたというのは いやあのどっちかいうたらあの要するにあのち最初よ頼朝が挙兵した時にしばらく様子見してた各、えー、吉かく義平との関係があったの義平の未亡人という関係が娘が義平に続いた関係があったのに義朝との関係良かったのに頼朝が挙兵する時に様子見してたそれがつまづきなんですねそれはつまづきですね そその時に,よりも価値だとに乗っていけばたぶん、足利義康が廃人してたんで、新田義元とってはそこ、大チャンスだったんですよね。ただそこでこけた。で、さらに北条との関係もうまく作れなかった。足利がそこ、その2つのミッション見事にクリアしたんですねあの。まだ若い義金がすぐに頼朝のこへ行く。しかも北条とさっと手を結ぶ。先物買いに成功したんです。 あの足利義金が結婚した時の北条って本当、あの、しょぼい家ですよね。周りにもっとすごい三浦とか、うわおる中で、あの、足利は北条選んだのは、先見の命がありすぎるというか。